はようございます、こんにちは、こんばんは、シュプリームのお時間が、やってまいりましたけども、今週は、2022年フォールウィンターウィーク9の週となっておりますけども、ディッキーズとのコラボですねになっております。では、ちゃっちゃとやっていきましょうか。はい、ちょっと、老眼鏡またかけさせていただきました。インラインから行ってみたいと思います。インラインで、リバーシブル、フェザーウェイトダウンパファージャケット、まあ、こちら形はですね、至ってシンプルな、まあ、結構、レギュラー的な形でいいと思ってるんですけども、この竜ドラゴンこのプリントやっぱすげえっすね、本当によく見るほど すげえっすね、うん、って思ってしまいました。あとは、まあ、無地の方はまあ、フード、まあ、収納もできますけども、フード立てると、同色で、ここにシュプリームとフードのとこにプリントがあるんで、その辺はオツかなと思っております。だこの辺はまあ、無地は、結構いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。はい、次いきます。次が、スタッデッド、ワークシャツ。まあ、こちらがコットンブレンドツイルと記載が一応書いてあるんですけども、コットンブレンド、多分なんか、大きくすると紐みたいな感じにも感じるんですよね。まああとは柄がゼブラ柄のちょっと小柄、ゼブラのちょっと小柄みたいな柄がまあジャガー通りで折ってあると思うんですけども、おそらくまあコットンポリエステルかなと思いますが、まあ、それはさておき、これなんで最近シュプリームさんスタッツ多いんでしょうねこのスタッツどうなんでしょう、ちょっとこの感じだといらないかなって思ってしまいました。はい、すいません。次いきます。次が、サテンの、アップリケフデットシャツ と、サテンの、アップリケ、スウェットパンツになりますね。セットアップの上下ですけども、はい、トップスに関して、言うことはないんじゃないですかね。私が、結構まあ好きなロゴドン、それも背中に立ててドンと、このアップリケで、サテンのアップリケで、施されておりますけども、その下がですね、これ上下はちょっとさすがに着れねえかなと、まあトップスが背中にドン、ボトムがフロントにドンドンドンとね、あるんで、まあどちらか片方ずつだったらまあいけるかなっていう、まあこの辺はまあ、持っててもいいかなとは、思っております。はい、次いきます。次が、スカルジップフーデッドスウェットシャツ、こちらはすいませんパスさせていただきます。はい、次はですね、インター社の、ショートスリーブトップ、まあもうおなじみになりましたインター社編み、ですけども、これインター社で編み込んでることによって、フロントはここからもうシュプリームって袖から行ってるじゃないですか。だからフロントのこのアーム線がないんですよね。そのまま、T の字で、パターンで、カットしてあるんで、そのままインター車で、T の字で一応、折ってあると、まあ、編んであると、まあ、背中の方は一応よく見ると、ここにアームホールのラインがあるんで、背中は一応アームホールのラインがありますけども、フロントはそのままワンピースで一枚物になってるんで、まあある程度肩の落ち感も出るかなとは思っております。この辺はまあ個人的にロゴドンですけど、いいかなと思っております。はい、次いきます。次がもう早いですね。ウーブンパターン、キャンプキャップと、ウーブンパターンのブーニー、こちらはまあオルテガのジャガー通りなんですかね。はい、スルーさせていただきます。次が、ナッシングバットビーニー、ナッシングバットのみ、のみキックっていうことで、はい、次いきます。次が、ローズビーニー、こちらも直球ですね、ほんとね。まあルックで見てましたけども、このバラのジャガードのボンボンニット、もうちょい欲しかったって感じですね。はい、次いきます。次が、スライドキーチェーン。このスライドキーチェーンは一応なんかね、カチャッと外して、このアルファベットの、ロゴが取れる感じになってますが、これなんかね、鍵つけててカチャンってそのまま取れて全部文字起こったら嫌ですよね
うん、だ文字取れたくない人はもうアロンアルファでもうそのままこのカチャっていうとこ止めちゃうとかねした方がいいと思いますよ。はい、俺ならそうします。はい、次いきます。次が、皆さんこれなんですか。成功のアラームクロック、置き時計ですね。どうでしょうか。悪くはないんですけど、というかまあ好きなんですけど、お値段が13,200円となるとどうなんですかね。いやですね、これ円安って本当に多分この辺って 5,6,000円で売ってるラインだと思うんですけども、まあ日本でこの型があるかわかんないですが、まあインラインで狙うとしたらこれかなって感じでしょうか。はい、次がコラボレーションになりまして、ディッキーズの、コラボレーションですね。一発目からいきますね。アウターで、コーデュロイワークジャケット。まあコーデュロイのこれはアップに結構すると、中がライナーが、キルティング仕様になってるんですよね。まあだから一応保温性は一応保ってくれると。まあワーク系の、定番の形になりますけども。はい、まあお値段がっていう感じもしますけども。はい、次行ってみましょう。次が、そのボトムになる、ダブルニーのコーデュロイワークパンツ。まあこちらは逆にこちらの、お値段 24,200円はまあダブル2でまあこの値段だったらまあいいんじゃないかなとは思っております。まあ色は、ホワイトとブラック、私だったらですね、はい、この2色がいいかなとは思っております。はい、次いきます。次が、コーデュロイのオーバーオール。オーバーオールめちゃ高いですねこれ、37,400円。どうなんでしょう。言わせていただきますとですね、ディッキーズのエンブレムがでけえなんでこんなでかいんでしょうね、みんな今回。どうなんでしょう、もうちょっと控えめでも、シュプリームっていうのがあんまりわからないというか、もうディッキーズになっちゃってるんで、これだと、これだったらディッキーズのインライン買った方がいいんじゃねえかっていうね、値段もこんななっちゃってる、こんなになっちゃいますけど、はい、どうなんかなと思ったりもしますけども、まあ人気になるんでしょうねこちらも。まあオーバーオールもホワイトとブラック、まあホワイトがいい、オーバーオールがいいですかね、はい、と思っております。はい、次がジャガードの、ニットですね、セーター。こちらはジーンズメイトさんにお任せします。はい、次いきます。次が、サーマル、サーマルがこちらがモノグラム調の、プリント総柄になっておりまして、どうなんでしょう、お値段、12,100円。これブラックと、まあ、このオフホワイトで2枚で12,100円だったらアンダーウェアとしてはねいいと思うんですけども、1枚で12,100円となるとまあどうなんすかね、本当にこの円安ですよね。多分こんな値段になってなかったらおそらくまあ7%パッパぐらいぐらいなんですかね。でも少し高いと思いますけども、ここはちょっと考えちゃいますね。はい、次がコーデュロイのメッシュバック5パネル、まあメッシュの、トラッカーキャップ、まあこちらはまあいいんじゃないかなと、はい、思っておりますが、次いきます。はい、次がビーニー、両方ともまあいいんですけども、やはりですね ロゴでかいちょっとロゴが、今回でかすぎるなっていうね。まあ色も黄色と赤とブルー使ってるんで結構派手じゃないですか。なんでまあシュプリームの主張よりディッキーズの主張がちょっと大きすぎるんで、ある程度のねでかいビッグネームのナショナルブランドなんで、そこまで大きくすることないんじゃないっていうふうに思ってしまいますけども、だったらまあサベージとか。サルベージ、ちょっと言い方どちらか忘れちゃいましたけども、あの辺とのワークウェアとのコラボでドンとあった方が個人的には面白かったのかなっていうふうには思ってしまった週でございます。はい、まあそんな感じで私がまた、私個人の感想を喋ってるだけなんですいませんな感じで言っていきましたが、おそらくまあ、ディッキーズのコーデュロイはまあ白と黒どちらか、まあどちらかっていうかこの2色になるのかなと思っております。まあこのニットとサーマルに関してはどうかな、厳しいのかなと思いつつ、まあキャップもどうかなとは思っております。まあ唯一この後はインラインの、ダウン と、こちらの、サテンアップリケフーデッドスウェットシャツ、
と時計ですかね。はい、こちらはまあ、安定した感じでいいかなとは思っております。はい、そんな感じでちょっとべしゃっていきましたが、私がまた一人でベラベラ、はい、くっちゃべってる回になりました。はい、そんな感じで、終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、さよなら。